で、ゴミ袋と言われて、ゴミ袋と言われてる、このビレッジヴァンガードの福袋から行こうか。何がこれさ、あのゴミ袋なの。でもこれ1万1000円の福袋ゴールド、単純にゴミしか入ってない。いきます、記念すべき1個目、じゃん、クッション。いや、これは別に、いや、花とか空のね、なんか物になるというか。座椅子、え、悪くなくない？いや、悪くなくない？これ座椅子でしょ？いや、悪くないよね。いらねえ、ヘッドセット。いらねえ。あの、ロイスってところの腹部、これどう？みんな、ロイス。あの、ちょっとよくわからない。ちょっとよくわからないやつ。ちょっとよくわからないやつ。あの、チキンの叫び。と、スマホスタンド&ティッシュボックス。以上です。もうまあ1個目だから。1個目だから、これは1つ目だから。これどうすか、1万円1000円なんだけど元取れてる。これが、これラインナップ以上なんだけど、材質が高いのか。あの、よくわからない棒2個目。よくわからない棒。これちなみに来年、あの、自分が福袋を買うときに参考にしてね。あの、よくわからない匂い棒、ナップコーション、これはあれじゃん、あの、犬とかが使うじゃん。これ当たりです。先日100均で見ました。100均じゃないです、1万1000円の福袋です。ボタン一つで無数のシャボン玉を電動噴射、これがいいんだ。バブルカッティ、バブルガトリング。うわ、なんだこれ。これ開けてみていい？あ、水筒。水筒。で、最後ちょっとでかい。マジで。これ何これ、開けてみていい？あー、ホット、え、これ当たり。ちゃんといいの当たった。え、これ良くない？これあれだ、ホットプレ、なんだっけ、なんだっけ、これホットサンド、ホットサンド、これ当たりじゃない？これ当たりだよね、マジでね。え、これ、なんか、お好み焼きとか作るやつでしょ？え、これは当たりでしょ？これ、当たりでしょ？待って、言葉濁してたけど、ゴミだったじゃん、だって全部。全部、これあれじゃないの？ゴミばっかり入れてさ、こういう小当たりをさ、よく見せる作戦じゃない？女が合同コンパでよくやるやつ。絶対そうじゃん。最後が、余計なお世話です。箸、うち箸100個あります。あの、お箸、これ10円です、これ10円です。いや、ちょっと待って、これ、いや、これは、これはいいでしょ。リュックチェア。いや、リュックチェアはこれ当たりだろう。いや、これは俺もう、いや、これいいでしょ、リュックチェア。なんかね、ファッション的にどうよ。
ちっちゃくないで、ね、ちっちゃくない、パンパンなんだけど俺。そしてまあクッションかな、スヤークッション、まあ、これはちょっと花と空とめめちゃんたちにあげよっか。ほら使え。クッションはねうち何個あっても困んないんだ。そしてこれは一体何なんでしょうか。これを買う人はいるんでしょうかねえいやいや、これ昔の洗濯のホースや。で俺騙されないよ、37年生きてきてるから俺騙されないけど、これ昔の洗濯のホース、昔の洗濯のホースのゴミ、これで手につけて使うらしい。ただ公式放送に1回はつけてくわ、公式放送に1回はつけてくれ。これ今までで一番いらないね、これ。ちなみに光ることはないです、なぜなら洗濯のホースだからです。これは続いて、あ、まあこれは使えるね、カラフルジェンガ、これ意外と使える。1個あればなんか飲みの席とかで、あ、別に盛り上がんねえわ今俺もなぜかビレバン側の、ちょっとでもビレッジヴァンガードのいいところ探したけどなりませんでした。ただ別にまあ遊べなくはない。そしてこちら、スマホとワイヤレス接続、一人カラオケにも対応、楽曲のボーカルのみをカットするボイスカット機能搭載、ワイヤレスで楽しめる様々なメディアにも対応、レジェンドカラオケマイク、これどうですかこれいいの、なんでこれ思ったより視聴者向けいいんだけど、なんでこれ俺的にもゴミなんだけど、これはいる、これ当たりなの、これで当たりなの。最後大きいよ、最後とんでもないもの来るよ、今までで一番でかい、期待してください。じゃあホットサンドおいビレバンさん、これ入れりゃいいと思ってんだろなあ、2個はいらんよ俺、なんで2個当たんのホットサンドが、また当たっちゃった、型が違うやつ。ラスト、僕これからすっごい地雷臭します。1個目、じゃーん、チャンネル登録してね。だってこれコムドットにあげよう、コムドットの事務所に送ります、これサイン書いてね。え、400万人目指してるから。罰ゲーム洗濯バサミ、なんならこれが一番当たりまであるぞ、罰ゲーム洗濯バサミ、これは局所的なものなんでしょうか。そしてついに来ました、ごっそ、しかもこれ何個入りでしょうか、2個入りのごっそ、いらねえ2個入りのごっそ、あ、なんか最後これちょっと良さそうぞ、ラストデコピンバスター、思いっきりいただいて高得点を目指せ、デコピンの強さを競ってチャンピオンを決めよう、これもうみんなが欲しい、ドラクエ3が発売された時ぐらい行列できたやつだよね、これ。これが以上が、あ、もう一個あった、リアクション対決ゴムパッチン余計なお世話だよ、これ使って YouTuber 頑張ってねえじゃねえよ、リアクション対決ゴムパッチン、これちょっといずれじゃあやりましょう、罰ゲームで。あ、もう一個あった、箸どんだけ箸入れてんだよ、いらねえだろ箸。蒸気を見て、加藤さんの配信見て買いたくなったんで、ビレッジヴァンガードの福袋買うよーっていう人、アンケート取ります
税込みで4万ぐらい。1万1000、1万1000、1万1000、6000円ぐらいだから。3万9000円。95% 買わない。5% の人間が購買意欲を刺激されました。5% の人間が買いたくなって、95% を買わないと。皆さんの審美眼は正しいです。さあ、じゃあ続きまして。一旦